はい、皆さんおはようございます。今日は8月の、7日月曜日ですね。青森県はですね、すごく今日も非常にいい天気でですね、ただやっぱしこう暑さが怖いですよね。もうこうなってくるとね、今日は新潟県まで走るんで35度、まで、気温がいくと思うので、今日はですね、もうね、この今上ライダーズジャケット着てんですけど、でこれを、まあ、脱いでもいいように下も T シャツになりました。はい、多分35度はきっと耐えられないと思うんで、はい、で、これからですね、もう今エンジン暖気も終わったところなんで、これからですね、一路笹川流れに向けて、行きたいと思います。一応基本あの高速、あれどっちだっけな、下道だ、あれ下道だっけな、高速だっけな忘れちゃった、まあ、そんな感じで、とりあえず、なんだ向かいます。それではまたです。はい、春です。今ですね、道の駅の厚見温泉かな、厚見温泉ですね、ここは。の、レストランで、本当は海鮮丼頼んだんですが、なんかこの時期海鮮丼はやってないみたいで、代わりに刺身定、お刺身定食っていうのを頼みました。こんな感じですね。はい。で、まだ日の入りまでちょっと時間があるんですが、よいしょ。なんかね、もうね、あのね、今日はね、正直ね、疲れました。これ、あの、五所川原、青森の五所川原から、ここまで、全部下道です。下道で来てます。今4時だから7時、違う、8時半に出て、9時半、10時半、11時半、12時半、13時半、14時半、15時半、16時半。今で約7時間半ですね。なんか今日は疲れたね。とりあえずお刺身定食食べて、ここで夕日、どうしようかな。なんかね、日の入りがまだもう少し時間あるから、いっか、ここで食べて、あれか、どこだ？笹川流れの道の駅まで移動しようかね。まあ、とりあえず食べます。はい。それでは、またです。お刺身定食です。見えますか？いただきます。はい、皆さんこんにちは、春でございます。今ですね、時間がですね4時30分、道の駅、厚見温泉で、お刺身定食を食べた後です。一服しています。これあれなんですよ、喫煙所、喫煙所に入って今一服しています。まあ時間があるので、今4時半、日没まで、これから走ります。あっちまで、笹川流れまで。はい、焼けたよ、すっごく。これわかる？これもうね、上着なんか着てらんないから、もうずっとね、もう半袖、これもう焼けてもいいやと思って。だってもう暑くてやってらんないんだもん。あんな長袖着て運転できないよ、バイクなんて。ほんと暑くてっていうと、こういうマークがつきそうだよね、こういうマークがね。だって暑さに勝てないんだもん。ということで、はい、ちょっと見てみる。こんなになってます、表は。見えますか？すごい綺麗でしょ。まだこれからね、綺麗になるんで、グラデーションになるんで、ちょっとカメラあれだね、逆にしようか。大丈夫か？これ分かる？こんな感じですね。こんな感じです。はい。よいしょ。ということで、道の駅厚見温泉。あれ？私が映らない。こうか。道の駅厚見温泉からお送りいたしました。
これで笹川流れまで走ります。じゃあまた、あ、じゃあそれではまた後で着いたら、とりあえず今もう一回あれか、表行ってバイク取ろうかね。それじゃあやればいい。道の駅厚見温泉を出発して、今笹川流れに向かう間なんですが、いやもうすんごい綺麗なんで、ちょっとこれ撮っときます。すごい綺麗。すごいでしょ。すごいですね。やっぱ日本海晴れてるとこんな素敵な、あの、これ喋んない方がいいのかな。今カモメが鳴いてた。いやすごい綺麗です。はい、泊まったところがですね、偶然にですね、もう新潟県、ここから新潟県です。今までは、私のいるところは今山形県です。はい。このバイクと、ほら、この雲。いやー、最高っすね、これ。めちゃめちゃかっこいい ZZR400。やはり旅をするなら ZZR400 ですよね。他のバイクは考えられない。それでは行ってみます。いい音してますね。たまりませんね。では笹川流れに向かって行きます。出発進行。はい、皆さんやってまいりました、笹川流れでございます。バイクをですね、今はあそこの安全帯に止めまして、まもなくですね日が暮れますよ。こんなところを見つけました。もうなんかまさにここだけはもうプライベートビーチですね、これ。素晴らしい。ちょっとここでですね、もうあのいろいろ準備してました、ここで。ほら、コーヒーに、タバコに灰皿に、はい、こんな感じでございます。よいしょ。で今ここに座りました。座っています。手真っ黒です。いい感じですね。はい、やはりですね、あそこからですね、こっちまで歩いてきました。やっぱし海を、近くで海の色を皆さんに見せたくて、今から下降ります。なんか海水浴してる人もいるんですけど、よいしょ。よいしょ。来ましたね。ここはあの、なんだろう。砂浜じゃなく、ちょっと小砂利なんで、別に靴で歩いても、普通に砂が入らないという利点がありますね。さすが日本海側ですね。降りてきました。さっきね、ほら、そこに座ってたんだよ。さっきそこに座ってて、降りてきました。これは、これはやばいよね。マジで。これね、透き通ってるから見てみ。透明度 500% で。ほら、わかる？これプライベートビーチ。そこから、あそこまで。この間。
はい。で、ちなみにですね、これ今の私です。もう眉毛が取れかかってますよね。もう髪の毛もすごいことになってるし。はい。今、ほんと、ここ、正真正銘私です。似合わねえから顔出すなってすいません。もうね、もうね、これで、バイク運転してたから、これすごいよ、これ。わかるこれ。ここでも色違うんだよ。ほら。すごいでしょ？顔も若干焼けたしね、これね。こんな感じで、ハローおばちゃんと、わかりますか？わかりますか？こんな感じでございます。もういい？はい。それでは、こんな感じで、元気そうでしょ？元気なんだよ。はい、皆様、日本海に沈む夕日でございます。すごい綺麗です。真っ赤です。すべて真っ赤です。すげえ。こんなのよ。すげえ。嘘みたい。嘘みたいだよね。嘘じゃないんです。本当です、これ。すげえ。これが見たかった、笹川流れ。ありがとう、笹川流れ。わかりますか？真っ赤ですよね。わかります？これ、フィルターじゃないんですよ、これ。あの光です。すごいでしょ？真っ赤。これが見たかったのよ。お前の顔はいいから？お前の顔はいいから景色撮れ。わかりました。景色撮ります。ねえねえ、夕日なんだけど、雲が何あれ？雲のカーテンみたいになってんのわかりますか？すごくないあれ？いや、すげえ。すげえ。何あの雲のカーテン。いや、マジで。いや、つうか、この色嘘だよね。いや、これ嘘みたい。何あの雲のカーテン。ほら。いや、あの雲の色。いや、鳥肌立っちゃった。マジで。これ皆さん、生で見てください。多分この映像よりも生で見る方がすっごいです、これ。素敵すぎる。皆さん、笹川流れでございました。そろそろですね、私はですね、ホテルの方に、これから行こうと思います。もうちょうど、日が海に沈みます。はい。笹川流れからお送りいたしました。ZZR くんと来れました。こんな感じでございます。
すごい綺麗です。はい、それではホテルに戻ります。ハルでございました。